はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は最近よくネットなんかで話題になっていますスムースオペレーターというソフトをご紹介したいと思います。これはとってもすごい、そう思います。今までのいろんなプラグインありますよね。例えば優秀なもので言えばメロダインとかですね、皆さんがもうなくてはならないなとか思うような音程ツールであれば、もちろんキューベースに載っているバリオーディオなんかもそうですし、もうなくてはならないような一つのソフト、そういうのって皆さんもマスタリングのソフトであったりいろいろあると思うんですけれども、僕の中でも何百というVST を持っているわけですけれども、その中でも一気にぐんと優先順位が上がりました。このスムースオペレーター、これはまだ日本では YouTube などがほとんどないんですけれども、外国ではかなりたくさんですね。これによく似たと言われるスムース2という優秀なソフトがあるらしいです。僕の知り合いなんかも幾人かの人は使ってるみたいで、やっぱりいいということをよく言われます。私も YouTube を見ましたらスムース2 VS スムースオペレーターみたいな形でよく比較されたりしておりますが、英語解説を見ただけですけれども、まずそちらの方はこんなようなインターフェースをしているわけですね。そしてつまみがたくさんありまして、私も VST のプラグインは使い慣れているので、まあ、さっと見たらどういうことをするんだろうなっていうのは若干分かったりしてるんですけれども、今回のスムースオペレーターはもっと簡単で、そしてスムース2のユーザーさんには怒られるかもわからないですけれども、これはとっても便利で十分神プラグインと言ってもいいんじゃないでしょうか。村長ミュージックスタジオ、まずは今2つ目のトラックにピアノを打ち込んであります。ちょっとバイパスしたままで聴いていただきます。こんな感じの音楽です。今聞いたところ、ちょっと低音の鳴りが共振しているような部分が若干聞こえます。このフレーズにスムースオペレーターをかけてみましょう。まず簡単な説明をしておきます。この今真ん中に黒いつまみがありますが、これでかかり度合いを調整します。かかり度合いって実際どこにと思いますが、このスムースオペレーターというソフトは共振しているところを自動的に検知して、そしてその部分を処理してくれますので、まずは簡単な使い方としてどこをということを意識する必要がほとんどありません。ちょっとやってみます。これを下げていくだけで効果が出ます。あえて強めにします。バイパスします。誰が聞いても明らかにスッキリしていますよね。このレゾナンスサプレッサー、共振を低減する、そういうような日本語訳ですけれども、周波数は自動的に1秒間に 44,100 回検知しに行って、そしてリアルタイムで処理をしているということらしいです。そして4つの EQ ポイントがあります。これを上に上げることにより効果を少なくします。例えば自分が低音がもう今気に入っていると、あんまり抑えて欲しくないというような時は、このように低音にはかかりにくく持っていけばいいわけです。ちょっとやってみましょう。低音を思いっきり切ります。
ここにあるフォーカスという機能があります。これはどういうことかというと、この EQ ポイントやもしくは全体のレゾナンスをカットした部分をピンポイントに持っていくか、全体に処理する、いわゆる緩く処理するかです。今ここを100にしているとピンポイントで上からリダクションしようとします。ちょっと見ていてください。これを緩めます。はい、なだらかになります。このようにフォーカスしていけます。そしてこの EQ ポイントの Q に対してはここのポイントに持っていって、マウスのスクロールでこうグリグリすると Q の角度を変えることができます。画面下の方にはソロというボタンがあります。このソロというのを今オフですね、こうやるとオンというモードになります。オンにしているときはマウスを EQ ポイントの方に持っていくと、そのあたりの周波数だけが聞こえるようになります。ちょっとやってみましょう。はい、ピアノは倍音の多い楽器ですので、ソロといってもですね、まあ、本当にそこだけという感じではないような聞こえ方をしましたけれども、何せマウスポイントを持っていくとその部分だけをソロで聞くことができます。そして画面の右の方の上の方に M というようなマークがあります。これがバージョンの 1.01 から追加機能されたようなんですが、ハイレゾモードとクラシックモードというので2つでですね、できるようになりました。まあ負荷の問題とかそういうのもあるんでしょうけれども、まあ僕の方はハイレゾモードで使っています。そして一番右の端の方にリセットのボタンがあります。これをやると初期値に戻るようになっています。じゃあ同じテストをベースでやってみましょう。まず元音を聞いてください。バイパスした状態で、はい、こういったベースです。これをスムースオペレーターをかけてみましょう。全くイコライダーポイントを触ってないような状態ででもキー位置を下げていくとベースのなんともモコッとしたところが取れていきます。超低域はかけたくないときはここを上げます。普通のダイナミックイコライザーならこの下げたところにしかダッキングができませんけれども、上の絵を見ていただいた通り周波数に合わせてダッキングが行われています。そしてこのような高音は思いっきり下げてもそんなに変化がありません。はい、ちょっと低域がモコッとしているところをこれを下げていくとどんどん切れます。あ、この辺がいいですね。はい、効果のほどはよく分かっていただいたと思います。例えば今この状態でピアノとベースを一緒に鳴らしてみます。ベースの方はバイパスしておきます。
そしてまずこちらもバイパスしておきます。2つの音が鳴った時はどんな感じか。あえてベースを大きくしておきます。はい、例えばこのようなバランスでやった場合、これはどちらかというとピアノ曲なのにベースが案外かぶってきて邪魔をしてしまう場合があります。イージーベースの方のところのサイドチェーンを見てみます。そしてこのサイドチェーンをキーボードの方に指定します。そしてこの右端の方のサイドチェーンボタンをオンにします。例えばこれがミュートされて音がない場合、このようにするとベースのダッキングが行われません。いわゆる音が入ってこないとこのようになります。もちろん先ほどと同じようにサイドチェーンモードじゃないようにすれば、はい、このようにダッキングがされますが、サイドチェーンモードにすると相手先を求められます。ですからここでキーボードの音を鳴らします。はい、このようにキーボードの音でダッキングをできるということは、いわゆる帯域かぶりのようにぶつかる周波数をうまくダッキングしてくれるので、ピアノが鳴っている時にベースのやかましすぎる音を低減する、そのような使い方ができることになるわけです。もう一度復習しますと、この上下の敷地でどこまでダッキングするか、そしてピンポイントでどこをダッキングしたいか、上に上げるとダッキングしない状態になります。そしてそれをこのフォーカスでピンポイントにするのか、なんとなく全体に自然にかけるのか、それを設定します。そしてサイドチェーンでやりたいときはサイドチェーンボタンを黒く点灯し、通常のモードというのはこれがついていないモードです。自分の音に対してレゾナンスを検知し、余計なレゾナンスを低減することができます。本当に自然でよくできていると思います。各トラックにこれを挿していくだけで、どのトラックも共振がない、とってもクリアな音になっていくわけです。特にマイクで録音するようなボーカルであったりは、自分の部屋の環境、スタジオの環境によってものすごく音に共鳴があって録音されてしまう時があります。そんな時もこのソフトが一本あればすごく簡単に綺麗な音に一発で仕上げられる夢のようなプラグインソフトです。金額もそんなに高くなく数千円で購入できるので、ぜひとも DTM の一つのツールとしてそばに置いてみてはどうでしょうか。これは絶対におすすめです。村長でした。